花子ちゃん、ゆうざきと申します。ちょっと私ね、やばいことを知ってしまったかも、見つけてしまったかもしれないです。これ多分僕がおそらく初なんじゃないかなと思うんですけど、あの熱盛の謎を暴いてしまったかもしれません。ちょっとこれはね、ぜひ、みんなシェアしたいなというところで、ちょっと動画作りました。覚悟のある方はぜひ最後まで見ていただければなと思うんですけれども、まあタイトルにもある通りですね、のりおくんっていう、まあ、子がいるんですね。あの子グマね、ちっちゃい子グマの眉毛が太い、キャラクターがいるんですが、まあ、そののりおくんがですね、もしかしたら太平太とチャーミーの息子なんじゃないかっていう、これ説、これをちょっと僕ね提唱したいなと思いまして、今回動画撮らせていただいたんですけれども、まあなんていうのかな、太平太くんとのりおくんはまあちょっと顔が似てたりするんでね、まあ、ここは共通点あるんかなと思ったりすると思うんですけど、チャーミーはなんで出てきてんっていうところですよね。でもちょっとね、もう全然、まあ、こう一見関係ないように思えると思うんですけど、僕調べてみたんですよ、いろいろ。じゃあね、なんか奇妙な共通点がいっぱいあったんです、これほんまにちょびっくりしてね。ちょっとその共通点をですね、皆さんにシェアしようかなって思うので、ちょっとぜひ最後まで見ていただければなと思います。はい、ということでまずはですね、太平太くんとのりおくんの共通点から見ていこうかなと思うんですけれども、まあ、まず見てもらったら分かる通りですね、太平太くんとのりおくん顔が似まくってますよね。眉毛も似てますし、目も似てますし、もう絶対この時点でなんか間には親子関係とか兄弟とかの関係があるんじゃないかなって、まあ、その睨むのが普通なんじゃないかなって思うんですよね。うん、でまあちょっと僕もそこからいろいろ調べてみたんです。じゃあですね、なんと口癖に共通点があったんですよね。じゃあどういう共通点かっていうと、太平太くんは口癖がデスタイなんですね。デスタイ。そしてのりおくんの口癖がなんとデスバイなんですよね。うん、でこれデスタイとデスバイっていうのはこれ博多弁らしいんです、両方ね。なんでまあ顔も似せてきて、まあ、両方博多弁なので、まあなんかもうここに親子とか兄弟というの関係があるんじゃないかって、もさらにこれが濃厚にまあなりましたよね。でこれは何か関係があるに違いないと僕は思ったんです。であとはクマと子グマじゃないですか。だからまあ兄弟とかやったら、まあなんかこうクマ同士とかやったら分かるんですけど、クマと子グマなので、これはもう親子なんじゃないかって僕は思ったんですね。じゃあ太平太くんとのりおくんが親子だと仮定した場合、奥さんは誰なんだっていう話になりますよね。でそこから僕はチャーミーちゃんをちょっとこう導き出したんですけれども、じゃあなんでチャーミーちゃんが出てきたのかっていうのをちょっとね、今から話していきたいと思います。はい、じゃあ続きまして、チャーミーちゃんと太平太くんの共通点、これ見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、特にもう関係なさそうな2人だと思います。僕もね全然関係ないと思ってたんですけども、これね奇妙な共通点が1個だけあったんですね。でそれが何かっていうと、好きな曲が同じなんですよ。これちょっと鳥肌立ちました僕。え、なんでと思って、なんで好きな曲一緒なんと思ったんですね。でその曲っていうのがケケ先生っていう曲なんです。まあ聞いていただいたら分かる通り、まあこんな曲なんですけれども、まあ効果みたいな感じの曲なんですかね、まあおそらくですけれども、まあこういう曲なんですけれども、この曲がチャーミーちゃんも太平太くんも両方好きな曲っていうことになってて、なぜ同じ曲が好きなのかっていうところですよね。本当にだって数ある曲の中から全く同じになることってあります？めちゃめちゃあるからね。だって曲なんて70とかあるんじゃない、60、70ぐらいあると思うんですけど、なぜここのこの2人をちょっとピックアップして同じ曲好きにさせたんだろうなって思ったんですよ。で、チャーミーの将来の夢っていうのが学校の先生になることっていうのが公式で決められてるんですね。なので、まあ、チャーミーちゃんがケケ先生っていう曲が好きになったっていうのは、まあ、すごいわかるんです。まあこれは設定としてわかるんですけど、で太平太くんはじゃあどうなんだっていう話なんですが、太平太くんはどうやらおまわりさんになることが夢だそうです。これ全く関係ないですよね、歌と。
歌と全然関係がないので、なぜここ好きな曲一緒に指したのかっていうのはさらにこれ疑問なんですね。まあ、これに関しては完全に推測なんですけど、たい平太くんはもともとケケ先生という曲が好きじゃなかったけど、チャーミーちゃんが好きになったことによってチャーミーちゃんの好きな曲を好きになったみたいなね、なんかよくあるよね、好きな子が好きなものを好きになるみたいなね、こう趣味とかがこう合ってきたりとかみたいなするみたいな、そういうところでたい平太くんもケケ先生という曲が好きになったんじゃないか、つまりここで仲良くなって両思いになったんじゃないか、カップルになったんじゃないかという、まあ、こう設定なんじゃないかなって思いましたね。いや偶然かもしれないですけど、これ偶然で片付けていいんでしょうかね。はい、で僕はちょっと思ったんです。まあここまで聞いてみて、あ確かに根拠もあってすごいなと思う人もいれば、ちょっとこれは当てつけが過ぎるんじゃないかって思う人もいると思うんですけれども、じゃ最後ね、チャーミーちゃんとノリオくんの共通点、実はこれもあるんですよね。最後ちょっとこれを皆さんにお伝えして終わりにしようかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ最後、チャーミーちゃんとノリオくんの共通点でございますけれども、まあ見た感じね、眉毛とか目とかはもうたい平太くんに似まくってるんですけれども、あの体の色見ていただいたら分かる通り、ノリオくんは緑色なんですよね。うん、でたい平太くんはもう思いっきり茶色なので、まずまあこの体毛の色は全く似てないというところなんです。ですがチャーミーちゃんは緑色なんですね。なので体毛の色がチャーミーちゃんから遺伝したんじゃないかっていうところですね。まあこれが一つ目の根拠ですね。まあこれだけだったら根拠ならないじゃんと思うんですが、これチャーミーちゃんとノリオくんの口元ちょっと確認していただきたいと思います。こちらでございます。形めっちゃ似てませんか？チャーミーちゃんの口元とノリオくんの口元がすごい似てるんですね。でこれはもしかしたら口の形がチャーミーちゃんから遺伝したんじゃないかというところですね。ここわざわざ偽に来ます？これ偶然ですか？ほんまにちょっとこれ偶然では片付けられないぐらいの根拠があるなと思ったんですね、僕ね。また尻尾の色とかもね、よく見たらチャーミーと似たような色してたりするんですよ。他にももしかしたら隠れてるんかもしれないですが、ちょっとこれ以上は見つけれませんでしたね。でまあ以上の共通点からですね、ノリオはチャーミーとたい平太の息子なんじゃないかという考察をちょっと僕はさせていただきましたね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。あつ森って意外とこういう設定とかね、あるんちゃうかなって思っちゃいますよね、裏設定みたいなね。だからちょっとそういうのもね、探してみようかなと思いますね。また見つけたらちょっとこういう動画作ろうかなと思いますので、はい、ということで、信じるか信じないかはあなた次第だよということで、はい、ということでまた、次回もお楽しみに。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだお済みじゃない方は、よかったらこれを機にチャンネル登録していただけますとすごく嬉しく思います。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。それではまたね、ありがとうございました。